これ使うか。オフセット。いらんか、オフセット。ちょっとアーマーリグとかいう装備いる？これ首も守ってくれんの最高なんだけど。いや、マジでヘビーアーマーの時代だね。マジでそうだと思う。いや、アーマーリグ結構強いんだけど、でもヘビーアーマーの方がもっと強いって感じだね。まあでもどうだろう。ネックの追加で、で、ネックアーマーってさ、もう2じゃん。絶対に2じゃん。だから、前よりマジで一瞬で死ぬだろうな。今は弾が買えないからいいけど、もうだって、3でもいいんだよ。3でも抜ける弾、全員が23レベとかになってきたら、もう首狙われたら何の武器で撃たれても死ぬからね。どうなんだろうね、これって。って俺は思うね。やべ！何これ？この世の終わり？いて！なんかさ、おかしない？なんかさ、なんだろうこれ。今の MP5 かなんかのにこんな食らう？いや、AK かな？え？なんかさ、おかしくね？え、違う、なんかね、そう、なんか抜けてくる、アーマーの隙間を抜けてくる弾がある気がする。でもアーマー削れてんのよね。これ、ブラントダメージなんかな？それだったら痛すぎるよな。なんだ？ザ・モシン・ナガンツ。あの人気バンド。外した。スコープついてんのかな。マジで暗くて見えねえ。弾なくなるー。
言うてさ、これでさ、フロントプレートはだってさ、あるわけじゃん、ちゃんと。これなのにさ、その、正面のところ全部守ってくれなかったら、弱くね？あ、まあ、どこに当たってんのって話なんで、ね。あれなんかな、横抜かれてるとかなんかな、脇腹抜かれて死んでんだったらわかる。いや、脇はあるよ、絶対判定が、その、胴体としての。サイドプレートがじゃないって意味ないから。いや、でも、そう、さっきのとかさ、もうさ、その、なんか近距離とかだったらわかんの、脇腹に当たっちゃうとかは。でもさ、あの距離で打ち合ってて、その、脇、正面じゃないことなんてあんのかな。って思っちゃうよね。あ、てか、俺もこれ借りてタスクやるか。怖くね？これ地雷。トルーパーはね、そもそも耐久が低いよ、めっちゃ。脇が守れるとか、守れないとか以前に、アーマーとしての性能が低い、かなり。てか、PSO、普通にリコイルコントロールできそうだな。強すぎるな、ちょっとこれも。なかなかに。あ、スリックとか弱いかもね。スリック弱いかも。これでもね、ここは面白くて、その、倍率スコープが正義、じゃん。つまりサブマシンガンで倍率スコープ簡単に運用できるじゃん。だから、サブマシンガンに倍率つけるのが最強じゃねって思うんだけど、サブマシンガンは弾がかなり散るから、その、倍率スコープに向いてないっていうのがね、いいね、これは。これはマジでいいね。こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな、こいつ。クソ余裕だな。まあ序盤は弾が買えねえんだよな。結局のとこ、PP とか PS が買えるんだったら AK ちょっとカスタマイズして倍率高いのつけるのが多分マジ強いんだけど。なんか今シーズンね、スカブ弱いね、体感。打ってくんのすごい遅く感じる。おいおいおい、なになに？
なんか挙動謎だな。やばい、戦車の幻聴聞こえる俺、エンジン音、 BTR の。待って、しかもえぐー、アウトスカーツの方かよ。絶対出すかね、ここのスカブで。スカブおらんくね。おった。いいね、終わって、でお金が ピースカっぽい感じしたな。見えねえ。ピースカかやっぱ。やべ、うるさ。なんかうるさくない？いつもより。なんかおかしいぞ。長いしガチでうるさい。あ、いや、ちょっとずつ小さくなってる。音でかくなったんだな、このキーンの。まだ聞こえるもん。はい、おいしい。ディタジュースが高いから飲むな。気をつけろ。お、うまいね、こいつ。帰らなきゃ。タフレイドだったな、さすがに。いや、ちょっとカスタマイズ溜まるんだったらやっぱいいね。ちょっとカスタマイズした AK で4倍とか使うのはかなりありだな。胴打ちもできるし頭打ってもいい。